養殖ってのはよ、海の向こうから来た食い物って意味だろう。つまりもともと日本になかったもんは大体養殖ってこった。お待たせしました。どうぞごゆっくり。さあ食事を楽しもうかの。異世界の料理って何が出てくるのかしら。ここの常連のじいさんが言うには、何でも時空をねじ曲げ異世界にいくつもの扉を生み出しているって話です。これならいくらでも食べられる。これはまさに天界に住まうという神の料理。ごちそうさまでした。すまない店主、もう一皿頼む。またのご来店をお待ちしております。